それでは読売ジャイアンツ対バッターは5番周東。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあ先制に成功してなおもその点差を広げていこうかというところです。まあこのままここもしっかりつないで得点に結びつける。転がした、ピッチャーが取る、本塁タッチはアウト、バント失敗です。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように出てるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。ワンストライクです。セーフティーバント、森下アウト、ワンアウト、セーフティーバントは失敗。ドラゴンズピッチャー打席には5番バッター周東。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。さあ2球目は何か、転がした、取りました、ホームに送球する、本塁タッチはアウト、バント失敗です。バッターは DH 周東。まず何を投げてくるか、このバントは空振りになります。バントしました、サードが取る、アウト、際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。バッターボックスには指名打者の周東。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。送ります、大山、アウト、ワンアウトです。送りバント成功です。ジャイアンツ打ちに打ちました。